おはようございます、杉ちゃん。そうですね、懐かしいですね、たこ焼き屋に行ったの。いても立ってもいられなくて行ってしまいましたけどもね、お会いできてよかったです。まあこういう風にして、杉ちゃんのところに行かせてもらって、で関西のメンバーにね、杉ちゃんのお店使ってもらえるようになって、嬉しいなと。まあこういう風なことがね、まあ、紹介業なんでしょうね、きっと。まあ、紹介とかビジネスっていうのは、人を紹介するか会社とかお店を紹介するか情報を紹介するかってことで、私を信頼してくださった方が、じゃあ久保さんの言うところだったら買ってみようかな、行ってみようかな、聞いてみようかなっていうふうになって、今回はね、杉ちゃんのところをも使わせてもらえるようになってね、本当に懐かしいなってことですね。まあまた状況も変わって、なかなかね集まりにくくなったところもあるかもしれませんけども、こっからはね、まあ、ぜひ杉ちゃんがね、速稼塾のメンバーに呼びかけて、また集まろうよっていうふうにやってくれればいいなと思ってます。最初はね、私が呼びかけましたけども、やっぱり杉ちゃんのビジネスは杉ちゃんでやっていくもんだと思いますんで、これからね、なんかいろんな企画立ててお店を盛り上げていけばいいんじゃないかなと思います。とってもいい商店街になるんじゃないですか。これからもよろしくお願いします。メッセージ本当は嬉しかったです。では失礼します。